マスクアーレ・フォッチャは、イタリア・ナポリ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは WG。2000から01シーズンに、セリエ C1 トレビーゾ FC でキャリアをスタートさせた。AC ミランとの共同保有であり、短い期間ではあったが、ミランのユースでの練習の経験もある。トレビーゾでは、計69試合に出場し13得点。2002から03シーズンは、セリエ B でのプレー。 2003から04シーズンには引き続き AC ミランとの共同保有でエンポリー FC に移籍しセリエ A デビューを果たし1シーズン半で28試合に出場し1得点。2005年はセリエ B の FC 黒トーネにレンタル移籍し15試合出場1得点だった。2005から06シーズンはセリエ A アスコリカルチョにレンタル移籍し33試合に出場した。 主に4から4から2システムの右サイドで30試合に、1000。ラツヨ時代2006から07シーズンは AC ミランへの復帰も検討されたが、4から3から1から2システムではポジションが限られるため、毎シーズンの活躍を買われて SS ラツヨに完全一席。しかしながら、ラツヨでもシーズン途中に、システムが4から4から2から4から3から1から2に、 変更されポジションを失ったことから、冬にレッチーナカルチョにレンタル移籍をする。レッチーナではかつては、中村俊介も背負った背番号10を与えられ3から4から2から1システムの右セカンドトップとして15試合に出場し4得点。ロランド・ビアンキ、ニコラはモルーゾと共に3トップを組み、カルチョスキャンダルの影響で勝ち点十一からのスタートという処分を受けた。 クラブのセリエー残留に貢献した。2007から08シーズンはレンタル遺跡でカリアリカルチョに遺跡。2年前にアスコリで残留を実現させたマルコジャンパウロ監督の元、同じく当時左のサイドハーフとして活躍したミケーレフィーニとのコンビを組んだ。また、4から3、34-2から3から1のウィングに高い適性を持つことから、 同システムで試合に臨むことの多いイタリア代表のロベルト・ドナドーニ監督からも注目をされており、2007年10月には初の A 代表への招集を受けた。2008から09シーズンからラツヨに復帰することが決定した。2014年9月2日、US サレルニターナ1919との契約を双方合意に基づき解除した。2017年1月10日、 セリエ D に所属する SS ラシンクラブローマのスポーティングディレクターに就任した。2017から18シーズンによりクラブ史上初のセリエ A 昇格を果たしたベネベントカルチョのユース部門において責任者を務める。代表では2007年ジョージア戦で初出場。2009年のコンフェデレーションズカップのメンバーに選出されると同年の北アイルランドとの親善試合で 代表初ゴールを決めた、トレビーゾラツィをされるニターナ、ありがとうございます。